はい、こんにちは。今回は、ドローンを中心にビジネスを展開されております、先進ロボティクスさんをお呼びしています。早速呼んでみたいと思います。北村さん、聞こえてますか？はい、聞こえてます。こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。まあ、本当に今、ドローンのビジネスが相当今活性化しているかなと、私個人の観点でも感じていますので、ちょっとそのあたりをね、ぜひ SAP 製品もね、交えた事例とかも教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。どうぞ、お願いします。はい。じゃあ、早速ちょっとお話しいただいてもいいですかね。わかりました。じゃあ、資料を聞きますね、はい。はい、よろしくお願いします。ではこちらでちょっと紹介していきますね。はい。はい。まずですね、当社が従事している現場って、ここに写っているのは写真のような現場なんですね。へえ。なんかいろんな、そうですね。はい。石油のプラントがあったりとか、まあ、鉄の工場があったりとか、建設の現場とか、まあ、災害の場所とかですね。へえ。ここって共通項ありますよね。そうですね。結構社会インフラっぽいイメージが強いですね、どれも。そうですよね、うん、まさに社会インフラ、産業インフラというふうに呼ばれているもので、はい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 、我々の生活にとっても非常にクリティカルなフィールドなんですよね。でなおかつ人にとっては非常にリスクの高いお仕事をされていることも多いので、うん、我々はですね、ここにもう一つ映ってますが、まあ、ドローンだとかロボットといった、うんうんうん、そういったハイテク機器とかデジタルソリューションというものを使ってですね、こういった人にとってリスクの高い現場をスマート化するだとかデジタル化するっていうところをですね、狙っているような集団でございます。結構社会的な課題に寄り添ってるんですね、今の話を聞くだけでも。そうですね、まさにその社会課題を自分ごととして捉えて、で自ら解決したいっていうような思いを持った人間が集まってる会社ですね。へえ、面白いです。はい。で、左下にですね、SAP さんのロゴも入れさせていただきます。本当ですね。ありがとうございます。はい。まさに SAPIO では大変お世話になりました。こちらこそ。はい、で、直接ですね、我々が今少し触れましたけども、どんな社会課題に向き合っているかというと、はい、大きくは日本がかかるような構造的な社会課題なんですね。これは皆さんにとっては社会に説法だと思いますが、まあ、労働人口の減少ってかなり減っていきますねと。この先数十年でですね、30% 以上減るんですね。これって3分の1労働人口減るとイコールですね。でさらに人だけではなくて、社会インフラ、産業インフラといったものも高度経済成長時代に作られたものが非常に多いので、確かに40年50年経っていると。そっか、はい。まあ、そういったファシリティも年を取っているのでメンテナンスコストは上がりますし、非常に故障も多くなっていると。でさらに日本は災害って多いですよね、うん、はい。で、豪雨だとか、大きな地震も必ず来るというふうに言われてますので、うん、まあ、二重苦三重苦というですね、非常に不都合な状況ですと。わあ、改めて見ると、日本固有の社会課題がまさに詰まった領域ですよね、この領域って。そうですね。そっか、意外にまあ、左とかね、あと右とかは、なんとなくニュースでも聞いたんですけど、言われてみると、日本って、まあ、ある意味、ね、過去早く社会インフラを整えたがゆえに、それが逆に今そういった課題っていうのが出てきているってことですかね。そうですね。そっか、なるほどね。ありがとうございます。例えばあれなんですよね、プラントの従事者を取ってみても、うん、10年前は700万人ぐらい従事してる方いらっしゃったんですが、はい、今って300万人ぐらいしかいないんですよ。そんなにですか。半分以下ですよね。へえ。ということは、現状維持すら難しいわけなので、なるほどね。まあ、そこに対して我々は解決する手段として、ロボティクス技術とか、うん、まあ、デジタル技術っていうものは、打ち手の一つというになり得るんではないかなと思いまして、そういったものを武器に、戦って挑戦している集団です。なんかもう、ドローンの話なので、ドローンのテクノロジーの話から入るのかなと想像したんですけど、ちょっと思わぬ角度で、ちょっと目が覚まされました。ありがとうございます。はい。まあ、ドローンってわかりやすいので、皆さん興味持っていただくのが、うん、あくまでツールの一つですよね。確かにそうですね、はい、そういったツールをどうやってうまく使うか、で使った結果として、抽出されるデータだとか、うん、アウトプットというものをどうやって利活用してですね、生産性を上げたりとか、うん、リスクを下げるかっていうところに我々はフォーカスをしています。興味深いですね。はい。
で、ただですね、国内の課題だけではないと思うんですね、こういった社会課題って。はい。当然、今は申し上げたようなところの課題解決を輸出していくっていうのはあると思いますが、うん、同時に我々はグローバルな社会課題にも挑戦をしておりまして、はい、まあ、ここに出ているのが、X プライズというですね、はいはいはい、国際コンペティションなんですね。うん、ご存知の方もいくつかいらっしゃると思いますが、有名ところでいくと、スペースとかは、イーロン・マスクが、はい、投資をしていたり、出資していたりするんですが、うん、そのカテゴリーの一つにですね、レインフォレストという、まあ、その名の通り、まあ、ジャングル系ですよね。はい。なので、熱帯雨林とか、生物多様性のですね、調査をするとか、そこの課題に対してテクノロジーで、道しるべをつけていく。みたいなことですね、国際的に募集をしていて、我々日本から手を挙げて、まあ、ありがたいことに日本代表として、AR 採択をいただいたと。なるほど。もう日本だけじゃなく、もう視野は地球全体にまでも広がってるんですね、皆さんの活動は。そうですね。社員のみんなもですね、非常に熱い魂を持ってまして、国内だけじゃないだろうと。グローバルにもチャレンジしたいというですね、素晴らしい。強い思いがあって、実現に至ってます。確かにね、まあ、熱帯雨含めて、まあ、今も環境問題で完全ボーダレスですしね、まあ、そういったところに、まあ、国っていう単位だけで考えて持ってるのは確かに一理ありますね。そうですね。素晴らしいです。はい。で、我々はそういった課題解決に対して、どういった視点を持ってるかというと、はい、まあ、ここに3つのレイヤーが出てると思うんですが、うん、一番下のレイヤーはですね、まさにドローンを代表とするようなハードウェア、デバイスの領域ですね。うん、当社はですね、ソフトウェアのカンパニーなので、あくまでも。はい。なので、ハードウェアというところは自社で開発をしていないです、基本的には。うんうんうん、世界中にあるようなドローンとか、その他のロボット、あとセンサー類というものはですね、一般的にすでに汎用化されていて、市中に出回っているものを積極的に活用としようとしています。なるほどね。はい。しかもパッと見ですけど、あれですね、ドローン的とどうしても右下の左側 のタケコプターの数増やしたイメージが強いんですけど、はい、例えば水中とかグラスとか、あんまりその空を飛ぶドローンだけにも固執してないってことですかね。そうですね、課題って空にだけ、空からのアプローチだけで解決できるものではないので、確かに。体育問わず、やらせていただいてますね。うん、なるほど。で、何より大事なのが、そういった優秀なデバイス、はい、まあ、ハードウェアがあってもですね、うん、まあ、ロボットに近いものであればあるほど、操作するのとか操るのって難しいんですよね。うん、確かに。なので、高度なリテラシーが必要だったりとか、まあ、専用のパイロットが必要だというのが現時点なんですが、我々はそういったものを民主化して開放していきたいというふうに思っているので、うん、この真ん中にあるプラットフォームが非常に大事になってきます。なるほど。で、これ何してくれるかというと、そういった難しいデバイス群を自動で操るためのですね、はい、エンジンを持っていたりとか、当然動かした結果として取得されるデータに非常に価値があるので、うん、データを貯める器があったりとかですね、そのデータを解析できたらいろんな気づきとかインサイトが得られるわけなので、うん、AI 解析をしたりとか、3D のモデルを作ったりとかですね、リアルタイムの映像を配信するような、まあ、こういったデバイス群を動かすときに、まあ、必ず必要になるような要素というものを部品化してですね、モジュールとして格納しているんですね。これいいですね。これ3年以上開発し続けているんですけども。これ必要なものを、まあ、本当、モジュールみたいなイメージで取り出して使うみたいな、そういったイメージですかね。その通りですね。これただですね、はい。ユーザーさん、実際のユーザーさんの立場に立ってみると、はい、こういったプラットフォームと、そのデバイスの組み合わせだけでもまだ敷居が高いんですよね。なぜかというと、基本的にクラウドアプリケーションで提供しているので、まあ、ウェブからですね、入力をしていくんですけども、緯度経度の情報を入れたりとか、まあ、画面遷移が何ページもするようなものって、やっぱり現場の従事者の方からすると、まあ、負担になるよねと。なので、実際に使う場には、究極はスマートフォンとかタブレットで、まあ、ワンタッチ、ツータッチすれば必要なミッションを行えるような世界を作らないと、社会実装できないというふうに思っておりまして、一番上にあるアプリケーション群が肝になってきます。でここにも6つほどアプリケーションありますけども、まあ、こういった現場のニーズとかですね、課題感、テーマに合わせて UI、UX をですね、非常に簡単にして、誰もが安心安全に使えるようなものをどんどん生み出していくと。そういったアプリケーションの開発と、このプラットフォームの強化というところをですね、集中的にやっています。なるほどね。確かに下2つだと
ね、知ってる方には面白そうだけど、普通の方々、特に社会実装する担い手って必ずしもね、詳しい方じゃないので、皆さんの立場から言うと、やっぱ一番上っていうのがね、ユーザーさんから見た、多分会話の文脈になってくるんですかね。そうですね。これ確かに分かりやすいですよね。上から下に落としてくるのは。はい、分かりました。ありがとうございます。はい。で、まさにですね、はい、今回、ですね、次のページなんですが、SAP さんとご一緒させていただいたのが、このチャートでして、まさに産業インフラ領域でのですね、スマートプラントとか、まあ、デジタルプラントといったものを共に実現していこうというアイデアですと。で、まあ、SAP の S4 だとか、はい、アセットインテリジェントネットワークのようなですね、まあ、設備管理系ですよね。そういった非常にクリティカルなシステムをお持ちなので、まあ、ここに入っているような設備の情報とか、あとはワークオーダーというものをキックにしてですね、はいはいはい、で我々のプラットフォームにそのデータを取り込んで、そこからですね、実際のドローンであればドローンのルートを引きますと。どうやって自動飛ばすかっていうルートですね。で、そのルート情報をもとに、実際のハードウェアであるドローンにデータが渡されて、でドローンがその指示に従ってミッションを自動で行いますよと。これいいですよね。結構やっぱドローンって当然ですけど外で活動しているので、ちょっと若干うがってみると、やっぱ社内でのオペレーションとちょっと分断するように見えてますけど、これは完全にもう一気通貫に中と外がつながってるんですね。そうですね、うん、結局はそのお客様が持たれているような基幹システムとか、うん、アセットマネジメント系のシステム、非常に重要なものなので、うん、まあ、そこと離れてしまっているような仕組みを提供してもですね、そうですよね、持続可能じゃないと思っているので、確かに、はい、でドローンで実際に人の代わりにですね、まあ、高所だとか危険なところのデータを取ってきますねと。しかも再現性高くですね。で、データを取ってきたものが我々のプラットフォームに入ってきて、まあ、そこからですね、実際に異常の検知、変状の検知というものをして、で、そこのデータと合わせてですね、また SAP のシステムに戻しますと。となってくると、アセットマネジメント系のシステムの中に異常情報が入ってきて、で、それがビッグデータとして溜まっていくんですよね。なるほど、ね、そこで予防保全につなげるような、結果を出せたりとか、うん、はたまたサービサーの方にですね、アサインを促したりとかですね、うん、まあ、部材交換する必要があるのであれば、まあ、部材の発注に回すとか、そういうまさに非常にバリューチェーンが高回転していくと。あですね、これ本当分かりやすいですね。しかもこれってやっぱりある意味性の循環というか、はい、経験詰めを積むほど、まあ、その精度も多分高まってくるんでしょうかね。はい、ね、本当面白い、ね、しかも我々がやってるのはお客様って非常に重厚長大なところが多いので、うんうん、SAP ユーザーさんってすごくたくさんいらっしゃるんですよね。はい。なので、既存の使われているシステムとのマッチング、インテグレーションを見ては、すごく大事な行為なので、うん、まあ、早くから SAP さんとご一緒させていただいているという状況ですね。はい。わかりました。で、具体的にどんなことをやっていきたいかというとですね、まあ、他にもたくさんやりたいことがありまして、でいくつか例が実際にあるのでちょっとお見せしますと、これ我々がプレスリリースとして発表しているものだけなんですけども、2021年からまとめてみましたと。で、石油プラントの湯であるエネオスさんとのです、うん、点検業務の高度化みたいなことをやらせていただいてますし、まあ、電力会社さんであれば、まあ、中部電力さんと一緒にですね、うん、非常に電力の中でも重要な設備である送電鉄塔、送電線というものを一括で点検するような仕組みだとか、うん、あと建設現場の見える化みたいなことを、まあ、コベルコ建設さんとやってたりとか、あとはエナジーソリューションさんとやってるんですが、これ太陽光パネル の無人点検の仕組みです。はい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 、まあ、後でちょっと時間があればお見せしたいんですけども、はい、まあ、ドローンハブという全自動、ドローン基地みたいなものを使ってたりします。他にもこれも石油業界の言うですが、コスモ石油さんと一緒にですね、ドローンによって石油タンクを監視するみたいな、うん、そして災害時にも緊急出動するような仕組みを作っていたりとか、うん、建設会社さんの藤田さんですよね、うん、では遠隔臨場だとか、あとは出来型の、測量とかですね、そういったものを完全無人に実現するみたいな、これはまさに後ほど触れたいと思いますが、レベル3と言われるですね、うん、はい、目視外で補助者がいない状態、完全フリーな状態でですね、まあ、人が多くいないエリアで実現する、うん、ミッションを達成するっていうものを1ヶ月連続運用していったりしまして、
まあ、来たるレベル4という都市部でも完全自動ができるという状態が今年度中に来ると言われてますが、まあ、そこの天秤をつけるようなことができていますと、うん、そこのレベルと言ってるのはあれですか、もう国が決めた規制の話になってくるんですかね。そうですね、うん、その産業革命のロードマップというものにしっかりまとめられているんですけども、まあ、レベル分けがされていてですね、まあ、レベル3っていう断面まで来ると、まあ、自動車のですね、自動運転と同じように、はい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 、あの完全に、まあ、人がいなくてもいいよと。で現地にですね、人がオペレーターとして、操作をしたりとか、まあ、監視する役目を、なくてもですね、もう遠隔から無人で操作すると。で人が多くいるエリア、まあ、人口密集地って言いますが、まあ、そこでやれるっていうのがレベル4なんですね。レベル3は人口密集地以外のところで可能だと。うん、そこまで認可は、まあ、もう規制緩和進んでるんですね、もうドローンは。そうですね。その点は実はグローバルで見ても、あの日本はかなり早くてですね。はい、ああ、それ意外です、はい。逆に結構まだ遅れてるのかなと思い込んでましたけど、むしろ逆に。実は早いですね。まあ、それはですね、あの冒頭の方に申し上げた、課題感の解決が待ったなしなんですよ。はい、確かに。はい、なので、うん、もうそういった緩和をしていかないと、現状維持すら難しい状況が、もう直面しちゃってる状況なんですよね。なるほどね。そういった危機感が強いがゆえに、ある意味日本は、まあ、しかも言い方変えると、それだけドローンに期待を寄せてるってことですかね、国家全体として。おっしゃる通りだと思うんですね。なるほどね。まあ、しかもこの事例、多分これが全てじゃない気もするんですけど、はい、もう、なんでしょう、盛り上がってそうどころか、もう進んでますね、これも。そうですね。これからと思ってましたけど、はい、もうここまで進んでるの、ちょっとびっくりして今、眺めてます。すごいな。これがまあ前半戦ぐらいですかね。あと自治体さん、サラベツ村さんとあの災害時の緊急出動みたいなことをやってたりとか、うーん、他にもですね、これはエポックメイキングだと思うんですが、はい、あの昨年の11月にはあのエネオスさんと一緒にですね、あの川崎にラボを作ったんですね、はいはいはい、これは実は実際の石油プラントを開放していただいて、うん、あの昔にもう創業終わっているので有機施設になってるんですね、うん、でそこを実証フィールド兼あのショーケースみたいな形で使わせてくれという話で一緒に解説をしています。すごい。これなぜやってるかというと、まあ、ドローンとかロボットというのはまだまだ発展途上であるので、いきなり創業しているような施設であの未熟な技術をですね試すわけにはいかないですね。それによって異常が起きてしまったとか、うん、火災が起きてしまったというのでは全然シャレにならない話なので、なので、そういった新しい技術を検証したりとか、鍛える現場として、あの、こういったものを使いたいと。で、なおかつ実際のオブジェクトがたくさんないと、あの、さら地でやってもですね、そこではうまくいくけども、複雑な構造物があるとうまくいかないって当然あることなので、なので本当の石油タンクがあったり、配管設備があったりとか、いろんなものがあるっていうのが大事なので。で、さらに、都心から近いっていうのも肝なんですよね。なるほどね。はい。これまでは2時間ぐらいかけてですね、郊外に出向いて、うん、でそこで実証してたんですけども、うん、そうではなくて、もうすぐに行ける。そしてすぐに試して、でうまくいったものは当然現場に持ち込むと、うん。課題が出てきたらまた実証フィールド持ってきてですね、この川崎ラボで来て。で、これはあの、一社だけでやりたいわけじゃなくて、一社というか、エネオスさんとだけやりたいわけじゃなくて、あのオープンイノベーションを実現したいと思っているので、うん、まあ、SAP さんもそうですが、まあ、他のプレイヤーの皆さんとも連携をしてですね、課題解決ってところをですね、一緒に成し遂げていきたいというような思いがあります。確かに社会的な、まあ、冒頭触れた課題に紐づく産業、まあ、産業だけの自治体も含めて結構幅広い方々が関係しそうですよね。そうですね。うーん、なのでユニークなところでいくと、まあ、左下に東京海上日動さんってありますが、はい、まあ、損保会社さんとも連携をして、まさにあの異常とか故障とか、まあ、修繕というと、まあ、損害保険文脈というのはあの非常に近しい話なので。そうか。はい、他にも、まあ、IBM さんもですね、あの、うん、非常に大きなシステムを運用されているので、まあ、そことの連動っていうのは大事だよねということで組ませていただいたりとか、うん、竹中工務店さんとやってるのはこれ面白くてですね、はい、今までの話ってどちらかというと屋外なので、あの GNSS と言われる衛星測位の情報ですね、はい、代表的なのは GPS ですが、はい、まあ、それを使って、ドローンの機体を精密に制御するってことを行うんですけども、うんうん、屋内の空間になってくると GPS 届きませんので、うん、確かに。それ以外の技術を使ってですね、まあ、ビジュアルスラムと言われるような技術だとか、まあ、ライダーというような技術を使って、
精密に屋内を飛ばす。で、ここはあのミソがあってですね、はい、フライトルートのインプットに、うん、あのビムを使っているんですね。ビルディングインフォメーションモデリングというあの3次元のデータですね。はい、その3次元地図によってルートを起こして、その指示に従って屋内をくまなく精密に動かすみたいなことを確立しました。すごいな。これは結構あの画期的だと思いますね。ここまで進んでるんですね。すごい。はい、あと、上の方にありますが、日立パワーソリューションさんとかですね、あの風力発電のブレードですね、うんうん。ああいったものも非常に高いところにありますし、まあ場所としても厳しいところにあるということで、まあ、従前であれば、あのロープアクセスとかですね、押、うん、して人が登っていってですね、そうですよね。点検作業を行っていたと。で、大きなリスクを抱えてやっていたんですが、まあそれをドローンによって一時点検をするみたいなことを実現できています。うんうん、ですね。他にも藤田さんと、あの、まさに先ほどの屋内のところの発展系としてですね、うん、これトンネル内をあの自立で屋内飛行させるという。あの、自動と自立っていうのは実は大きな、壁があって、うん、自動というのは指示に従ってその通り、自動で動かす技術ですね。で、自立というのは、まあ、ドローンとかロボット側が考えてですね、まあ、元々の形状と違う、例えば、重機が急にありますねとか、人が入ってきましたねって時に、回避行動を取るとかですね。なるほどね。フェールセーフを働かせないといけないので、自分で考えてもらわないとリスクがありますよね。なので、自分で考えるようなことを実現しています。あと、右上の、これはあの SAP さんとまさに関係が深いと思いますが、大分県さんとですね、あとザイナスさんと一緒に、あと大分大学さんですね。やってますけども、まあ、災害発生時のですね、状況把握というところで、我々のソリューションみたいなことを活用して、運用に乗せられないかという検証を始めています。でこれ、以前ですね、あの自治体さんから伺ったんですが、まあ、発災から30分以内って、自分の身を守ることで精一杯なので、はい、人って何か動くこと難しいんですよね。言われてみるとそうかも。はい、それはそうですよね。うん、わかります。うん、ただ、その30分の間に、例えば自動でドローンとかロボットが動いてくれて、うん、必要なデータを収集してくれると。なるほど。で、そのデータを使ってですね、例えば自衛隊だとか職員の方が、どこに向かうのが一番いいのかとか、うん、どういった形で人を逃がすのが最も安全なのかっていうのが、把握できていれば、助かる命って多分増えますよね。あ、で、災害の、はい、被害も、まあ、大きくならなく済むかもしれませんと。まあ、そういう強い思いがあってやってます、ね、うん。他にも右下にありますが、うん、中部電力さんとの先ほど申し上げたものがさらに進んでいて、もう今年度からあの運用に乗ってくるんですけども、うん、非常に超高圧鉄塔と言われるような、まあ、大きな鉄塔とかですね、うん、まあ、複雑なものをですね、自動で検知をしながら、うん、まあ、電線とかってたわんでますよね。まっすぐじゃないので、地度というんですが。そういったたわんでるものも画像解析を取り入れながらですね、ぶらさずにデータを取得し続ける。そのデータをしっかり管理できる仕組みっていうものを実現してます。なるほど。すごいな。もうあらゆる産業に関係するなと今っても、改めて今感じましたね、ドローンって。はい。ですので、冒頭福岡さんからも言われましたけども、まあドローン盛り上がってるよねと。うん、ただその一時の盛り上がりから若干落ちてるんじゃないのみたいな話もあるかと思うんですが、うん、これは実は当然なことでして、うん、まさにその黎明期から発展して拡大期に移る瞬間って、まあそういうもんだと思うんですよね。うんうん、そのタイミングでは当然規制が強化されたりとか、うん、いろんなルール作り、仕組み作りっていうものが強くなりますと。ただまさに社会実装が始まってきたんだなと。なるほどね。で、我々はですね、POC と言われるような実証実験を繰り返したい会社じゃ全くなくて、はい、どこまで行っても、まあ、社会実装、業務実装にこだわるというところを第一にしてますので、運用に乗せるためにはどうしたらいいかとか、利用し続けていただくためには何が必要なのかっていうのを一緒にお客様と一緒に、汗をかきながらですね、なるほど、確実に実装するところを狙っています。そうか。なるほどね。素晴らしいですね。はい。
先ほど何かちょっともし時間があったら動画とおっしゃってましたけど、はい、見せていただくことは可能ですか？わかりました。まあ、ちょっと面白いところなので、はい、ざっとお見せしますと、これが全自動運用型のキッチン。我々ドローンハブというふうに呼んでるんですが、これはまさに格納庫型で、まあ、スケジュールを切っておけば、自動で格納庫が開いてですね。ここから自動なんですか。はい、飛ぶだけじゃなく。で、ドローンが格納庫から飛び立ってですね、必要なミッションを成し遂げると。で、当然、当社は、ハードウェアを作っている会社ではないので、このハードウェアって何でもいいんですよね。たまたまこの機体とこの基地を使ってますけども、そこはフリーです。何が大事かというと、どうやって自動でミッションを完遂させるかっていうところの特定技術とか、あとは実は運用周りでいくとですね、左下にあるような、この基地自体をどうやって監視するんだとかですね、環境に対してどうやってフェールセーフを働かすんだっていうのも大事なので、飛翔センサーとかを使ってですね、降雨量とか、風速が敷地を超えたら格納庫が開かないっていうような運用も実装しています。はい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 。もういつでもどんな状況でも開いたら困るじゃないですか、やっぱり。確かにね、おっしゃった通り。これは開くということはあれですかね、またミッション終わった後に自動的に戻って閉まるってところまでも。ちょうどいい振りでしたね。まさに今着陸コードに。あ、ちょうど、あ、本当だ。はい。ちょうど着陸ですよね。まあ、こんな形で、まあ、GPS だけでなくて、センサーを頼りにして、まあ、精密着陸を実現しますよと。これ、再確認ですけど、自動で今動いてるんですよね。そうですね。誰もプロポートウェアル装置機触ってない状態ですね。うん、で下の方に四角い黄色っぽいのが2つあると思うんですが、はい、これが充電のパッドなんです。そっか。ここに足を乗せて、給電をして、次に備える。で、同時に必要なデータを必要なところにアップロードというものを行っています。充電まで自動的にできるんですね。はい。すごい。ここまで自動化。まあ、ないしはプラス AI 組み合わせて自律化ですかね。はい。すごいな。テクノロジーもすごいですけど、なんか改めて聞いて思ったんですけど、まあドローンの会社ってイメージは強かったんですけど、はい、改めて御社のやっぱ本質って、やっぱ社会実装のところにあるなと改めて感じましたね。まあドローンはやっぱ御社にとって一つのまあ道具であって、その先に、はい、まあ、特に日本だけじゃなく世界もでしょうけど、やっぱり社会的な課題っていうのを解決していきたいって、やっぱそういった思いがすごいなんか強い会社だなって改めて痛感しました。うん、ありがとうございます。でちょっとまた、あれですね、おそらくこれからもっともっとこれが加速度的に社会実装が進んでいきそうですね。もうそうなることを願ってますし、確信してますね。そうですよね、はい、ぜひまた何かアップデートありましたら教えていただけると嬉しいです。はい、はい、ぜひまた呼んでいただければと思います。はい、こちらこそ、たまのところ本当に面白い話ありがとうございます。ぜひこれからもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、引き続きお願いします。失礼いたします。はい